こんばんは、ゆうのみキッチンです。今回は釜揚げしらすのユッケ風を紹介します。これ以上に釜揚げしらすを美味しく食べる方法を知りません。あっという間に酒がなくなるやばいやつです。それでは早速どうぞ。
はい、釜揚げしらすのユッケ風完成です。ごま油の香りが食欲をそそります。早速つまみにして飲みましょう。ではどうぞ。せーの、いただきます。乾杯。チンチン。おお、おいしい。おいしい。これおいしいね。おいしいよね。釜揚げしらすが安かった。こんな感じです。どうぞ。とろーですね。とろーりですよ。いただきます。はい。とろー。うふん。とろですよ。いいね。混ぜ混ぜして、そうね、ユッケ、そう、塩だれネギユッケ風。めちゃめちゃ美味しいんだろうなこれ想像して。うまいか。美味しい。よし、キャベツ入ってるんだ。そう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 。いただきます。なんかこれお魚だけじゃないか。お野菜が入ってる感じで、美味しい。うまっ。ああこれやばい。我ながらやばいぞこれ。ごま油としらすって合うよね。すごい相性いいよね。美味しい。あーこれ酒。お酒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 。これ酒だよ酒。止まんないやつ。完璧酒のつまみ。あー美味しいねこれ。これはエンドレスに飲めるね。うん。まださ、ごま油のさ香りが口の中にある段階でこれをグビグビするとうまいこと調和されて美味しい。いいね、うん、いい飲み方だ。はい、じゃあ今回はこの辺で、せーの、ごちそうさまでした。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の料理の PFC バランス表はこちらです。作り方は概要欄に書いてありますので、ぜひそちらもご覧ください。今回の動画が美味しそうだな、役に立ったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。コメントもお待ちしてますので、感想や料理のリクエストなどございましたらぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。